第四編。一。一体これは、夢の続きだろうか。もう一度、ラスコー・リニコフの頭に、こんな考えが浮かんだ。用心深い、信じかねるような目つきで、彼は、この思いがけない客に見入った。 すびどりガイロフ。何をバカバカしい。そんなことがあってたまるものか彼はとうとういぶかしさに耐えかね、声に出してこう言った。客はこの叫び声にも、一向驚いた様子はなかった。私は、二つの理由があって、お尋ねしたのです。第一には、 もうよほど前からあなたのことをあなたにとって極めて有利な方面からいろいろ聞かされていたので、親しくお近づきになりたいと思ったわけです。第二には、お妹さんのアブドーチャ・ロマーノブナに直接利害関係のある一つのことについて、あるいはあなたも援助を拒みはなさらんかもしれないと、 こんな空想を持っているからです。私が一人で紹介もなしに行ったら、お妹さんはある先入権のために庭先へも入れてくださらないかもしれません。ところが、あなたのお口添えがあれば、その反対に、とこう、目算しましてね。悪い目算ですよ。 ラスコーリニコフは遮った。ちょっと伺いますが、お二人はつい昨日お付きになったばかりでしょうな。ラスコーリニコフは答えなかった。昨日です。知っていますよ。私も実はおととい着いたばかりなんで、そこでね、 ロジオン・ロマーヌイチ。あの件については、あなたにこう申し上げようと思うのです。弁解は無用だとは思いますが、これだけのことは言わしてもらいます。一体あのことについては、あの一件については、全くのところ、私の方にそれほど犯罪めいたものがあるでしょうか。 偏見を抜きにして、良識で判断してですが。ラスコーリニコフは無言のまま、いつまでも彼をじろじろ見回していた。自分の家で、頼りない娘を追っかけ回して、汚らわしい申し出で、その娘を恥ずかしめたということですか。そうですか。 どうも自分の方から先回りしますな。しかし、私だって人間です。そして、ニール・マーヌム。すべて人間的なものには無関心でない。一口に言えば、私も人並みに誘惑を感じて惚れることもできるんです。それをまず考えてください。 そうすれば、すべて極めて自然に解釈がついてしまいます。一切の問題は、私が悪人か、それともあべこべに犠牲なのかという点にあるんですよ。犠牲とはどういうわけか。他でもありません。あの時アメリカかスイスへでも駆け落ちしようと言い出した時、 私はこの上もない経験な感情を持っていたのかもしれませんよ。そればかりか、双方の幸福を築こうと考えていたのかもわかりませんぜ。何しろ理性ってものは、情欲に奉仕するものなんですからね。ことによったら、私の方が余計に自分の身を破滅させたのかもしれませんぜ。 本当に冗談じゃない。いや、問題はまるで、そんなことじゃありませんよ。と、剣後の表情で、ラスコー・リニコフは遮った。僕は、ただもう、あなたが嫌でたまらないんです。あなたが本当だろうと間違っていようと、お近づきになるのも嫌なんです。さあ、 こうして追い立ててるんだから、帰ったらいいでしょう。スビドリガイロフは、不意に大きな声で、カラカラと笑った。どうもあなたは、なかなか、あなたはなかなか、ごまかしが効かない。思いっきり、開けっぱなしな笑い方をしながら、彼はそう言った。 私は細工で物にしようと思ったんだが、あなたはすっかり、本当の足場に立っておしまいになった。ところが、今そう言いながら、あなたはまだ小細工を続けている。それがどうしたんですそれがどうしたんですと、スビドリ・ガイロフは、明けすけに笑いながら繰り返した。 だって、これは、いわゆる、ブンゲレ・ゲル。正々堂々たる戦い。で、立派に許さるべき小細工ですからね。しかし、何にしてもあなたは、話の腰を折っておしまいなすった。で、もう一度念を押しますが、例の庭先の一見さえなかったら、 何にも不快なことはなかったんですよ。マルファペトローブナが。そのマルファペトローブナだって、やはりあなたが殴り殺したそうじゃありませんか。と、ラスコー・リニコフは、武作法に口を入れた。あなたもその話をお聞きでしたか。もっとも、お耳に入らずにはいないわけですな。 さて、このご質問に対しては、全く何と申し上げたらいいかわかりませんよ。もっとも、自分の良心は、この点にかけては、しごく平静なものですがね。と言ってこのことで私が何か心配していたように思ってくだすっちゃ困りますよ。あれはごくごく当たり前な。 性格無比な状態のもとに起こったことなんですからな。隣県の警察医も、酒をほとんど一瓶もやっつけて、飯をたらふく食って、すぐ水に入ったために起こったそっちゅうだ。と、こう診断しましたよ。それに他の原因なんか決して出てくるはずがないんですからね。いやね。 それより私はしばらくの間、ことに今度記者に乗ってくる途中、こういうことを考えたんですよ。自分は、あの、不幸。何かの弾みで関節に将来したのじゃないか。何か精神的刺激とか、そんな風の原因でね。ところが、私は自分で結論しましたよ。 それさえ断じてあろうはずがないって。ラスコーリニコフは笑い出した。そんなに心配するなんて、いいもの好きですね。一体何をお笑いになるんです。まあ考えてもみてください。私は前後を通じてたった二度、無知で打ったきりですよ。しかも、 あとさえつかないくらいなんで、どうか私を恥知らずだなどと思わないでください。私だってあれが愚劣千番なことだくらい百も承知していますよ。が、それと同時にマルファが私のこの、なんと言いますか、前後を忘れた行為をむしろ喜んでいたらしいのも、 私は確かに知っております。あなたの妹さんに関する物語もすっかり数も残らないほどおさらいしてしまった。で、サはもう三日も家にくすぶっていなければならなかったんです。何しろ町へ持って行く材料もなくなったし、手紙の朗読も、手紙を読み歩いたことはお聞きになったでしょう。町の人に、 明かれてしまったんでね。そこへ不意にこの二つの無知が、まるで天の賜物のように降ってきたわけなんですよ。で、あれはまず第一番に、馬車の支度を言いつけました。私はもう今更ら,らしく申しませんが、女ってものはたとえどんなに怒った顔をしていても、侮辱されるのが非常に、 非常にいい気持ちだと言ったような場合があるものです。もっともそれは、そうした場合は誰にでもありますがね。害して人間は侮辱されることが大好きなんですよ。これにお気がつきましたかしかし、女はこれが格別なんです。それどころか、 ただそれだけを楽しみに過ごしてると言ってもいいくらいですからね。一時、ラスコー・リニコフは立ち上がって部屋を出てしまい、それでこの会見を打ち切ろうかとちょっと考えてみたけれど、多少の好奇心と一種の打算とも言うべきものが、ほんの一瞬間、彼を引き止めた。あなたは、 喧嘩がお好きですかと彼は、ぼんやりした調子で問いかけた。いや、大して。とスビドリガイロフは、落ち着き払って答えた。マルファーとだって、ほとんど一度もつかみ合いなんかしたことはありませんよ。私どもはごくむつまじく暮らしていて、あれはいつも私に満足していました。 私が無知など使ったのは、七年の結婚生活の間、後にも先にも、たった二度きりです。もっともどうにでも意味の取れる第三の場合を別にしてね、初めての時は、結婚を二月して、田舎へ引っ込む早々でした。それから今度の最近の場合ですが、 あなたは定めし私のことをひどい悪党で、時代逆行者で、濃度搾取者だと思っておられたでしょうな。へっ、へっ。時に、ロジオン・ロマーヌイチ、一つ思い出していただきましょう。五六年、まだあのありがたい言論自由時代。濃度解放前後の風潮を指す。 に一人の貴族が、名を忘れましたが、公衆の面前ですこぶる文学的に免費を剥がれたことがあります。せずえ、記者の中でドイツ女を無知でひっぱたいた、というわけなんです。覚えておいでですかその自分、もう一つやっぱり、その年のことですが、 ベイクの醜悪な行為が起こったのです。ねえ、ソエジプトの夜、プーシキン作の公開朗読覚えておいでですか黒き目よ、大我が青春の黄金の時よ。なれは今、いずくにかある。ねえ。さて、 私の意見はこうです。そのドイツ女をひっぱたいた先生にはあまり深く同情しません。なぜって、実際それは何も同情することなんかないからです。しかし、にもかかわらず、私はこう声明せずにいられません。どうかすると、どんな進歩主義の人でも絶対に紳士的な態度で、 終始一貫しうると自分で自分に保証しかねるような、そうした挑発的なドイツ女どもがこの世の中にいるもんですよ。その当時は、誰一人としてこの検知から事件を見る人はなかったのですが、その実、この検知こそ真の人道的検知だったのです。いや、まったくですよ。 こう言って、スビドリ・ガイロフは、また出し抜けに笑い出した。ラスコー・リニコフの目には、もう疑う余地もなかった。この男は何か固く決心して、胸に一物ある男に相違ない。あなたはきっと、五六日の間ぶっ通しに、誰とも口を聞かずにいたんでしょう。と彼は尋ねた。 まあ、そうですね。それがどうしたんです私がこんな調子のいい人間なので、あなたはきっとびっくりなすったんでしょう。いや、あなたがあまり調子が良すぎるのに驚いてるんです。つまり、あなたの無作法な質問に腹を立てなかったからですかそうなんですか。しかし、 何も腹を立てることはありませんからね。あなたがお尋ねになった通りに、こちらも返事をしてるんで。不思議なほど素朴な表情をして、彼はこう言い足した。実のところ、私は何にも、これという興味を持たない男なんですよ。実際。彼は、 なんとなく物思わしげな調子で言葉を続けた。ことに、今はそれこそ、なにもしていない。もっともあなたとしては、何か当てあって取り入ろうとしているのだと、そう思いになっても無理じゃありません。ことにあなたの妹さんに用があるなどと、自分で明言したんですからね。 しかし、露骨に言ってしまいますが、私は非常に退屈なんです。特にこの三日というものはね。だから、あなたに会ったのが嬉しくてたまらないくらいなんですよ。悪く思ってもらっちゃ困りますがね、ロジオン・ローマーヌイチ。あなただって私の目には、なぜかどうも恐ろしく、妙な人のように見えますよ。 何とおっしゃっても、どうもあなたには何かあるようだ。ことに、今ね。と言って、今のこの瞬間を言うのじゃありません。全体にこの頃、いや、いや、もう言いません。もう言いません。そんなに顔をしかめないでください。これで私だって、あなたの思っておられるような、 そんな熊男じゃありませんからね。ラスコーリニコフは陰鬱な表情で彼を見つめた。それどころか、あなたはまるで熊男じゃないかもしれませんよ。と彼は言った。僕の見たところでは、あなたは上流社会の人か、少なくとも場合によっては、立派な紳士になれる人です。 いや、何。私は別段、誰の評価にも興味を持っちゃいないんですよ。そっけない、いくらか傲慢な影を帯びた調子で、スビドリガイロフは答えた。だから、時には俗物になったっていいわけじゃありませんか。だってこの俗物という着物が、我が国の気候では着心地がいいし、 それに、自分でもそれに対して、生来の傾向を持っているとすればね。と彼は、また笑いながら言い出した。でも、僕の聞いたところでは、君はここに、大勢、知人を持っておられるそうじゃありませんかいわゆる、相当縁故やつてのある方じゃありませんかだとすると、一体どうして 何の当てもないなんて言われます。それは、おっしゃる通りです。チコはあります。と、肝心な点には答えないで、スビドリガイルフは引き取った。おおちょくちょく出会いましたよ。もうこれで、三日ぶらつき歩いていますからね。で、こっちも気がつけば、 先方でもこっちに気がつく様子です。そりゃあもちろん、私も身なりはきちんとしていますし、全体に貧乏な方じゃありません。だって、濃度解放も私の方には大したこともなくて済んだんですからね。森林や川沿いの草場などが主で、収入は少しも減らなかったわけなんです。しかし、 私はそんな連中のとこへは行きません。前から、もう飽き飽きしていましたからね。これでもう三日も出歩いていますが、誰にも声をかけないくらいですよ。それにまたこの町、まあ一体どうしてこんなものがロシアにできたんでしょうな。呆れたもんじゃありませんか。 役人どもとあらゆる種類の新学生の町ですからな。もっとも、八年ばかり前に、ここでぶらぶらしていた自分には、随分いろ気のつかないこともありましたがね。ただ一つ、解剖にだけは、今でも望みを託していますよ。まったく。解剖学ってあ いろんなクラブとか、デュッソートだとか、諸君の好きなトーダンスだとか、それからまあ、プログレスというやつも加えていいでしょう。まあ、こんなものは我々がいなくったって勝手に存続させたらいいでしょうよ。彼は、またもや質問を無視して、こう言葉を続けた。 それに、イカ様カルタシになるのも、ぞっとしませんからね。あなたは、イカ様カルタシまでやったんですかどうしてそれをせずにいられます八年ほど前、我々はこの上もない立派な仲間を作って、時を過ごしていたもんですよ。それがね、 みんな態度や押し出しの堂々たる人間ばかりで、詩人もいれば、資本家もいるというありさまでした。それに全体、我がロシアの社会では、最も洗練された態度や作法は、ちょいちょいやられたことのある連中に属しているものなんですよ。あなたそれに、お気がつきましたかね。私がこの通り、 なりふり構わなくなったのは、このごろ田舎にひっそくしているからですよ。それでもやっぱり、当時は私も借金のことで、牢へぶち込まれようとしたこともあるんです。相手は、ネイ人のギリシャ人でしたよ。その時偶然、マルファ・ペトローブななる人物が現れて、シュシュ掛け合ってくれた上、 三万ルーブリで私を見受けしてくれたのです。私の借金は全部で七万ルーブリだったんで。そこで私とマルファーは正式に結婚しました。マルファーは私を宝物か何かのようにしてすぐさま自分の田舎へ連れて帰った。何しろあれは私より 五つも年上でしたからね。大変私は、七年間というもの、村から外へ出ないで暮らしましたよ。ところでどうでしょう。あれは、ずっと死ぬまで、例の三万ルーブリという私の借用証文を、 他人の名義にして握っていたんですよ。だから私が何かちょっと無本気でも起こそうものならすぐ罠へかかってしまうわけです。またそれくらいのことはしかねない女でしたよ。何しろ女ってやつはそうしたいろんな気持ちが一色たに入り混じってるものですからな。もし、その証文がなかったら あなたは逃げ出しましたかねそれはなんともご返事に困りますね。私はそんな証文なんかにはほとんど束縛されてなかった。自分でどこへも出て行きたくなかったんですね。マルハーは私がつまらなそうにしているのを見て自分から二度も外国行きを進めてくれたものです。しかし、 そんなことをしたってしょうがないじゃありませんか。外国へは前にもちょくちょく行ったことがありますが、いつも嫌な気がするばかりでした。嫌な気がするというのとも違うが、朝、東が白む頃、ナポリ湾の海を見ていると、なんとなく気がめいてくるのです。分けても嫌でたまらないのは、 実際何か気のめいる原因がありそうなことなんです。いや、やっぱり故郷が一番いいですよ。故郷では少なくとも万事を人のせいにして自己弁護をすることができますからね。私は今、北極探検にでも出かけたいくらいの気持ちなんです。何分、ベジェレ・バァン・ムーベル 私は酒癖が悪いもんですからね。しかも飲むのが嫌でたまらないんです。でも酒をやめたら後に何も残りゃしません。もうやってみたんですよ。時にどうですこの日曜にユスーポフ公園でベルムが大きなーキ球に乗って飛ぶので 一定の料金で同情者を募集してるそうですが、本当ですかじゃあ何ですかあなた、飛ぶつもりなんですか私がいや、ただちょっと。スビドリ・ガイロフは真剣に考え込んだ様子で、こう呟いた。一体、 この男はどうなんだろう。本気なのかしらと、ラスコーリニコフは考えた。いや、少々なんかに束縛されたんじゃありませんよ。と、スビドリガイロフは物思わしげに言葉を続けた。私は自分の勝手で村から外へ出なかったのです。それに、 もう、かれこれ一年になりますが、私の命名日に、マルファーはその借用証書を返してくれて、おまけにまとまった金まで添えてくれました。あれはなかなか財産家だったんですよ。そして、私がどんなにあなたを信じているか、これでわかりましょう。アルカージ・イヴァン・ヌイチ。 本当にあれは、この通りな言葉を使って言ったんですよ。しかしあなたは、あれがこんな言葉を使っていたなんて、本当になさらないんでしょうな。それはとにかく、私は村で、押しも押されもせぬ人角の地主になって、近在でも人に知られるようになったんですよ。書籍などもやはり取り寄せて読みました。 マルファーは初め、それに賛成してくれましたが、姉妹にはあまり勉強に凝りすぎはせぬかと心配するようになりました。なんだか、亡くなったマルファーペトローブナが、しきりに懐かしく思い出されるようですね。私が、そうかもしれません。いや、大きにそうかもしれません。 時についでですが、あなたは幽霊の存在をお信じですかどんな幽霊ですどんなって普通の幽霊ですよ。じゃあ、あなたは信じますかさあ、もし何でしたら信じないと言ってもいいかもしれませんな。でも、 信じないというのとも違うかな。じゃあ、出てくるわけなんですかえスビドリガイロフは、なんだか妙な目つきで彼を見合った。マルファー・ペトローブナが、時折ご来訪遊ばすんです。と、なんとなく奇妙な微笑に口を歪めながら彼は言った。 ご来訪を遊ばすって、どうなんです何もう三度もやってきたんですよ。最初は葬式の当日、墓場から帰って一時間ばかり後で、あれにあった。それはこちらへ向けて立つ前の晩でした。二度目はその途中、おとといの夜明け方に、 マーラやビシェーラの停車場で見たし、三度目はつい二時間ばかり前。私の泊まっている宿の部屋の中でしたよ。その時私は一人っきりでしてね。夢でなく、うつつにうつつですとも。見たびながらうつつなんです。やってきて一分ばかり話をすると、 戸口から帰っていくんです。いつも決まって戸口から出ていくんです。足音まで聞こえるようでした。一体どういうわけだろう。君には必ず何かそんな風なことがあるに相違ないと僕は初めからちゃんと考えてたんですよ。と不意にラスコーリニコフは言った。と同時に そんなことを口走ったのに、我ながらびっくりした。ひどく興奮していた。へえ、あなたはそんなことをお考えになったんですかと驚いて、スビドリガイロフは尋ねた。一体本当ですかだからそう言ったじゃありませんか我々二人には、どこか共通点がある。 って、ねえ。そんなことは、決しておっしゃりやしませんよ。薬器となって言葉鋭く、ラスコーリニコフはこう答えた。申しませんでしたかそうですとも。なんだか、言ったような気がしますがね。先ほど入ってきたとき、あなたが目をつむって横になったまま、 寝たふりをしておられるのを見て、私はこう一人ごと言を言ったような次第です。これがあの男だなと。それは一体何のことですあの男とは一体それは何の話ですと、ラスコー・リニコフは怒鳴りつけた。何の話ですって 全くのところ何の話やら、私も知らないんですよ。自分でもいささか孫つき気味で、スビドリガイロフは、心底からそう呟いた。ちょっとの間、二人は黙り込んだ。二人とも目をいっぱいに見張って、互いに見合っていた。こんなことは、みんなぐにもつかぬことだ い々しそうに、ラスコー・リニコフは叫んだ。一体奥さんは出てきて、どんな話をするんです才ですかまあ、どうでしょう。思い切ってくだらない話ばかりなんです。ところで、人間って妙なものじゃありませんか。私はそれが尺に触るんでしてね。最初の時には入ってきて、 実は私は疲れていたんです。葬儀、冥福祈祷、それからミサ、凶暴と続いた挙句、やっと一人になって、書斎でシガーを吸い付けながら考え込んでいたちょうどその時なんです。戸口から入ってきましてね。ねえ、アルカジーバーヌイチ、あなたは今日忙しさに取り紛れて、 食堂の時計を巻くのをお忘れになりましたね。と言うんです。ところがその時計は、実際7年の間毎週決まって私が自分で巻いていたので、どうかして忘れるといつもあれが注意したものなんです。その翌日、私はもうこちらへ向けて立ちましてね。明け方。 停車場の食堂へ入ったわけです。前の晩に、ちょっとうとうとしたばかりなので、体はくたくただし、目はとろんとしている。私はコーヒーを手に取ってふと見ると、いつの間にか、マルファーがカルタを一組手に持って、私のそばに腰を下ろしながら、あなた、道中を占ってあげましょうか。 アルカージー・イバーヌイチという。あれはカルタ占いの名人だったんです。いや、私はあの時、裏わせなかったのが、我ながら残念でたまりませんよ。びっくりしていきなり逃げ出したわけなんで。もっとも、その時、発射のベルも鳴りましたがね。それから今日は、仕出し屋から取った、 おそまつ極まる昼食を済まして、重苦しい腹を抱えながら座っていました。腰掛けてタバコをふかしてると、またしても不意にマルファが、新しい緑色の絹服の長い長いトレーンを引きながら、恐ろしくめかし込んで入ってくるじゃありませんか。こんにちは、アルカージーバーヌイッチ。 いかがです、この服は、お好みに合いまして、兄ニかシカでもこうは仕立てられませんよと言うんです。兄ニかシカというのは、私どもの村のおはりで、濃度上がりなんですが、モスクワへ修行に行っていた、かわいい娘です。それからマルファーは、私の前に立ったまま、ぐるりと一回りしてみせましたよ。 私は服を眺めて、それからじーっと気をつけてサイの顔を見てやりました。お前もいいもの好きだな、マルファーペトローブな。こんなくだらないことで、いちいちご苦労千番に私のところへやってくるなんて。と言いますと。あらまあ。 もうちょっとくらいお邪魔をしてもいけませんのと言います。私は少し、あれをからかってやるつもりで。私はね、マルファペトローブナ、結婚しようと思ってるんだよと言うと。そりゃああなたのご了見次第ですけれどね、アルカージー・バーヌイチ。女房の問いとむらいを十分済まさないうちから、 すぐ結婚に出かけたりなすっちゃ、あまりご名誉な話でもありますまいよ。せめて相手でも、劣きとした人を見つけなすったのならともかく、私はちゃんと知っていますが、あの子のためにも、あなたのためにもなりゃしません。ただ世の笑い草になるだけですよ。こう言ったかと思うと、途端に出て行きました。 まるでトレーンの絹ずれの音まで聞こえるようでしたよ。ねえ、なんと馬鹿げた話じゃありませんか。えしかし、いい加減なことを言っておられるのかもしれませんね。と、ラスコーリニコフは応じた。私は、めったに嘘をつきません。と、スビドリガイロフは、物思わしげに答え。 質問の無作法なのに、まるで気もつかない様子だった。じゃあ以前、それまでに、幽霊をご覧になったことは、一度もなかったんですかい,いや、見ましたよ。生まれてからたった一度、六年前のことでした。私どもに、フィーリカという、屋敷暴行の百姓がいましたが。 その男を葬ったばかりの時に、私はついうっかりして、フィリップ、パイプだと大きな声で言いつけると、そいつがいきなり入ってきて、私のパイプの乗せてある隅棚の方へつかつかと歩いていくじゃありませんか。私はじっと腰掛けたまま、こいつ、俺に仕返しに来やがったなと考えましたよ。 というのは、そいつが死ぬ前にひどく言い合いをしたからなんです。で、私は、よくも貴様は肘の抜けたものを着て、俺のとこへ入って来られたな。とっとと出て行けこの役も者と言ってやりました。すると、くるりと向き直って出て行ってしまいましてね。それきりもう出ませんでしたよ。 マルファーにはその時話をしませんでした。私はその男のために法事でもしてやろうと思いましたが、気恥ずかしくなってよしてしまいました。医者に見ておもらいなさい。そりゃあおっしゃるまでもなく、ちゃんと承知しとります。正直どこが悪いかわからないけど、健康でないことだけは確かですな。 が、私に言わせれば、私の方があなたより確かに5倍は丈夫ですよ。私がお尋ねするのは、幽霊の出現を信じなさるかどうかというのじゃありません。私がお尋ねしたのは、幽霊の存在をお信じになるかどうかということなんです。いや。 断じて信じません。声に一種の憎をさえ響かせながら、ラスコー・リニコフは叫んだ。だって、普通なんて言っていますスビドリガイルフはそっぽを見ながら、頭を少し傾けて、独り言のように呟いた。世間のものは、お前は病気だ。 したがってお前の目に見えるものは、ただ現存せざる幻に過ぎないと言います。あ、それには、厳密な論理がないじゃありませんか。なるほど、幽霊はただ病人にだけ現れるものだということには、私も同意です。しかしこれは単に、 幽霊は病人以外のものには現れないということを証明するだけで、幽霊そのものが存在しないということにはなりませんからね。もちろん、存在しませんよ。と、ラスコーリニコフは、苛立たしげに言い張った。存在しないあなたはそうお考えですか スビドリガイロフは、ゆっくり彼を見やりながら、言葉を続けた。では、こういう風に考えたらどうです。一つ知恵を貸してください。幽霊は、いわば高いの断片であり、その要素である。もちろん健康な人間には、そんなものなど見る必要もない。なぜなら、 健康な人間は最も地上的な人間だから、したがって充実と秩序のために、この世の生活のみで生きなければならん。ところが、ちょっとでも病気をして、肉体組織が少しでもノーマルな地上的秩序を犯されると、たちまち高いの可能性が現れ始める。そして病気が進むにつれて、 高いとの接触がいよいよ多くなってくる。で、すっかり死んでしまうと、たちまち高いへ移ってしまう。私は、このことをだいぶ前から考えていたのです。もし来世というものを信じておられるのでしたら、この考え方も信じていいわけですよ。僕は、 ライセなど信じやしません。と、ラスコー・リニコフは言った。スビドリ・ガイロフは、物思わしげにじっと座っていた。どうでしょう。もしそこには、雲か何か、そんなものしかないとしたら。と彼は、出し抜けにこう言った。こいつは、気違いだな。 ラスコーリニコフは考えた。我々は現に、いつも永遠なるものを、不可解な観念として、何か大きな大きなもののように想像しています。が、しかし、なぜ必ず大きなものでなくちゃならないんでしょう。ところがあにはからんや、すべてそういったようなものの代わりに、 田舎の湯殿みたいなすすけたちっぽけな部屋があって、その隅々に雲が巣を張っている。そしてこれがすなわち永遠だと、こう想像してごらんなさい。実はね、私はどうかすると、そんな風のものが目先にちらつくことがあるんですよ。一体、一体あなたの頭には、 それよりもちっと気休めになるような、もちっと公平な考えは浮かばないんですかと、病的な感じを声に響かせながら、ラスコー・リニコフは叫んだ。もちっと公平なそりゃあわかりませんよ。ことによったら、これがあなたのおっしゃる公平なのかもしれませんからね。それに私は必ず、 わざとでもそうしたいんですよ。なんともつかぬ微笑を浮かべながら、スビドリガイロフは答えた。この周回な答えを聞くと、ラスコー・オリニコフは一種のおかんに打たれた。スビドリガイロフは頭を上げて、じっと彼を見つめていたが、急に、カラカラと高笑いをした。 いやあ、こりゃ実にどうしたことでしょう。と、彼は叫んだ。つい30分ばかり前までは、我々お互いにまだ顔を知らないでいたんだし、今でも敵同士のように思っていて、しかも二人の間には片付かない用事があるんですよ。ところが、我々は用事をそっちのけにして、 こんな文学団を追っ始めたんですからね。ええ私が言ったのは本当じゃありませんか我々は、一つ森の獣だって。どうかお願いですから。と、ラスコーリニコフは、イライラして言葉を継いだ。失礼ですが、早く用件をおっしゃってくださいませんか何用でご来賀を片付けのをしたのか それを聞かしてくださいませんかそれに、それに、僕急ぐんだから、僕時間がないんです。ちょっと出かけたいんですから。承知いたしました、承知いたしました。さて、お妹さんのアブドチャ・ロマーノブナは、ルージン氏と結婚なさるんですね。ピョートル・ペトロービッチと、 どうかして妹に関する問題は一切避けて、あれの名を口にしないようにしていただけないでしょうか。あなたが、僕の目の前で、よくもあれの名を口に出されると思って、僕は、それが不思議なくらいです。もしあなたが、本当にスビドリガイロフだったらあって、私はあの人のことを話しに来たんですもの。 口に出さずにゃあいられませんよ。じゃあよろしい。お話ください。しかし、なるたけ手っ取り早く。実は、家内の親戚にあたるあのルージン氏については、あなたご自身もうちゃんと意見をお持ちのことと信じます。よし、半時間でもあの男と面会なさるとか、あるいは、 何に限らずあの男について確かな本当の話をお聞きになるとかすればですね。あの男はお妹さんの配偶になる資格はありません。私に言わせると、アブドーチャーローマーノブナは今度のことについて極めて高潔な打算を無視した心持ちから、その、 家族のために一心を犠牲にしようとしていらっしゃるのです。私はこれまであなたのことで聞いた噂を総合してみた上で利害関係を破壊することなしに、この結婚を破断にできたら、あなたの方でもきっとご満足になるだろうと、こんな気がした次第なのです。ところが、今こうして親しくお目にかかってみると、 私はむしろ、それを確信してしまいました。あなたとして、それはあまり無邪気すぎますね。いや、ごめんなさい。僕はついずうずーしすぎると言いかけましたよ。と、ラスコーリニコフは言った。というのは、つまり私が自分の利益のために悪クセクしてるというご解釈なんですね。 ご心配には及びませんよ、ロジオン・ローマーヌイチ。もし私が自分の利益のためにアクセクしてるんでしたら、こうまともに言いやしません。私だって、まんざらっバカじゃありませんからね。このことについて、一つの心理的不思議を新たに打ち明けてお目にかけましょう。宣告私は、 アブドーチャーローマーノブナに対する愛を弁解するとき、自分の方が犠牲だったと言いました。で、はっきり申し上げますが、現在私は、愛など少しも感じていません。絶対に。だから、私自身不思議なくらいなんです。だって実際あの当時は、 何かしら感じていたんですからな。言うだと引刀のためです。と、ラスコー・リニコフは遮った。実際私は、引刀無意の人間です。しかしお妹さんはいろいろ多くの優れた点を持っておいでになるので、 私だってある種の印象に対して抵抗ができなかろうじゃありませんか。だが、こんなことは皆くだらないことだ。今では自分でもそれがわかりますよ。よほど前からおわかりでしたかわかりかけたのはもう前からですが、いよいよそうと確信したのは、おととい、 ペテルブルグへ着いた瞬間でした。もっともモスクワでは、まだアブドーチャーロマーノブナの愛を求めて、ルージン氏と競争する気でいたのです。話の腰を折ってすみませんが、お願いですから、話を少しはしょって、いきなりご来訪の様向きに移っていただけませんか。僕急ぐんですから、ちょっと外出したいんですから。 かしこまりました。私はここへ着いてから、今度、ある、後悔をしようと決心したので、その前に、種々必要な処置をつけてしまいたい。という気になったのです。私の子供たちは、おばのところへ残っていますが、それぞれ財産を持っていますから、私という人間は、 別に用がないのですそれに私なんか父親の資格などありゃしませんよ。私自身は一年前にマルファーがくれたものだけを持ってきました。私にはこれで十分なんです。ああごめんなさい。今すぐ要件に移りますから。ついてはおそらく実現するだろうと思われる後悔に出かける前に。 私はルージン氏との話もつけていきたいと思うのです。あの男は嫌いでたまらないというわけでもありませんが、あいつのおかげでマルファーとも喧嘩したんですからね。つまり、この演談もマルファーの肝入りだということが私の耳へ入ったわけなんです。で私は今度あなたを仲介にして、 お妹さんとお目にかかりたいと思うんです。なんなら、あなたも列席してくだすってもいい。まず第一に、お妹さんに向かって、ルージン氏との結婚は、決してこれっぱかりの利益にもならないのみか、ミスミス損になるということを、納得の行くようにお話ししたい。それから、先だっていろいろな気まずい出来事についてお詫びをした上、 私から一万ルーブリ贈呈することを許していただきたいのです。つまりそれによって、ルージン氏との決裂から生ずる損害を軽減して差し上げたいと思いましてね。もっとも、この決裂には、お妹さんも大してご依存はない。ただ、機会さえ来てくれれば、と、こう思っていらっしゃるのは、 私の信じて疑わないところです。あなたは、本当に、本当に気違いです。ダスコー・リニコフは腹が立つというよりも、むしろ呆れてこう叫んだ。よくもそんなことが言えますね。あなたに怒鳴られることは、私もちゃんと覚悟していましたよ。が、第一ですね。 私は金持ちというではありませんが、この一万ルーブリは、あってもなくてもいい金なんです。というより、私には全然不要なんです。もしアブドーチャーローマーノブナが収めてくださらなければ、私はおそらく、一層馬鹿げたことに使ってしまうでしょう。これが一つとして、二つには、私として、 両親にやましいところは、毛頭ありません。つまり、一切何の思惑もなしに、この金を提供するのだからです。まあ、本当になさろうとなさるまいと、いずれあなたにしろ、アブドーチャーロマーノブナにしろ、わかってくださる時がありますよ。問題はすべて、私が尊敬すべき、 あなたのお妹さんに苦労をかけたり、不快な思いをおさせしたりした点なのです。だから、今、中心から介護して、誠心誠意こう思い込んでいるのです。と言って、何も金で帳消しにしようとか、自分の加えた不快に対して賠償しようとか、そういった意味じゃありません。 ただただあの方のために何かご利益になることをしたいというに過ぎないのです。つまり、私だって本当に何も悪いことばかりする千倍特許を握ったわけじゃないという点を基礎にして申してた次第です。もし私のこの申し出に百万分の一でも打算が含まれていたら、 私はこうまともに言い出すはずがないし、またわずか一万ルーブリやそこいらの金を提供などしません。現に、つい五週間前もずっと多額の金をお妹さんに提供したんですからな。のみならず、ことによると私はごく近々ある娘と結婚するかもしれないのです。してみれば、 アブドーチャーロマーノブナに野心を持っているのじゃないかというようなお疑いは、一切自然に消滅するはずでしょう。結論として申しますが、アブドーチャーロマーノブナは、ルージン氏と結婚されても、この程度の金はおとりになるわけですよ。ただ、出所が違うだけでね。まあ、ロジオン・ロマーヌイチ、 あなたも腹をお立てにならないで、落ち着いて、冷静によく考えてください。こういうスビトリガイロフ自身も、しごく冷静に落ち着き払っていた。お願いですから、それで切り上げてください。と、ラスコー・リニコフは言った。何にしても、許すべからざる暴言です。 決して決して。そんなことをおっしゃったら、人間はこの世でお互い同士、くだらない世間的な形式のために、ただ悪いことばかりしあって、いいことはこれから先もできないことになってしまう。それはバカバカしいじゃありませんか。では、もし仮に私が死んで、それだけの金をお妹さんに遺言で残したとしても、 それでもやはり、お妹さんは拒絶なさるでしょうかそりゃ、大きにありそうなことです。いや、それはどうも違いますよ。もっともダメならダメでいい。そういうことにしときましょう。しかし、一万ルーブリの金はいざというとき、なかなか悪いものじゃありませんがね。いずれにしても、 今お話ししたことを、アブドジャローチャーロマーノブナにお伝え願います。いや、伝えません。そういうことでしたら、ロジオン・ローマーヌイッチ、私はやむを得ず、自分で無理にも会見の機会を求めます。つまり、ご迷惑をかけることになりますよ。じゃあ、僕が伝言すれば、 あなたは会見を強要しませんかさあ、なんと申し上げたらいいか、ちょっと困りますね。一度だけは、ぜひお目にかかりたいと思うんですが。当てになさらない方がいいでしょう。残念ですな。もっとも、あなたは私をよくご存じない。やがてもう少し、 意気投合するようになるでしょう。あなたは、我々が意気投合するなんて考えているんですかなぜそうならないと言い切れますスビドリガイロフはにやりと笑ってこう言うと、立ち上がって帽子を取った。私も実は、是が非でもあなたを煩わそうという気はなかったのです。で、 こっちへ来る道道もさほど当てにしてはいませんでしたよ。もっとも、今朝ほどあなたの顔を見て、はっと思うには思ったのですがね。今朝、どこで僕をご覧になったのですと、ラスコー・リニコフは不安げに尋ねた。偶然のことでね、私はどうもあなたを見てると、 何か自分に似通ったところがあるような、そんな気がしてならないんです。しかし、どうかご心配なく、私はしつこい人間じゃありませんから、イカ様カルタの仲間とも馬を合わすことができるし、遠い親戚にあたるスビルベイ公爵という高官にもうるさがられなかったし、ラファエルのマドンナに関する感想を、 プリルーコバー夫人のアルバムに書く腕もあったし、マルファーペトローブナみたいな女とも七年間一足も村を出ないで同棲したし、昔はセンナヤのビアーゼムスキー公爵の家に泊まったこともあるし、おまけにペルグと一緒に軽気球にも乗って飛んでみるかもしれないという人間なんですよ。 まあいいです。時に伺いますが、あなたは、次期旅へお立ちになるんですか旅ってほら、あの後悔ですよ。あなた自分で言ったじゃありませんか。後悔ああ、そうだ。本当に私は後悔の話をしましたっけいやそれは後半な問題ですよ。 だが、もしあなたの尋ねていらっしゃることが、どういうことだかお分かりになったらなあ。と彼は言い添え、出し抜けに大きな声で引きちぎったように笑った。私はことによると、後悔の代わりに結婚するかもしれないんです。縁談を世話する人がありましてね。ここでそうです。 いつそんな暇があったんですそれにしても、アブドーチャーローマーノブナにはぜひ一度お目にかかりたいと思っています。真面目なお願いです。では、さようなら。ああ、そうだ。大事なことを忘れていたっけロジオン・ロマーヌイチ、どうかお妹さんにお伝えください。 あの方は、マルファーの遺言で、三千ルーブリもらえることになっていらっしゃるんですよ。これは全く確かな話なんです。マルファーは死ぬ一週間前に、私の見てるところで、その処置をしたんですから。二、三週間経ったら、アブドーチャロマーノブナは、その金をお受け取りになれるはずです。あなた、 それは本当ですか本当ですとも、どうぞお伝えください。では、ご機嫌よう。実は私の泊まってるところは、ここからごく近いんですよ。スビドリガイロフは弟子なに、戸口でラズーニヒンにぱったり出会った。2> 2 もう、かれこれ、八時だった。二人はルージンより先に行き着こうと、バカレーフの下宿へ急いだ。おい、一体あれは何者だい通りへ出ると、すぐラズーミヒンは尋ねた。あれは、スビドリガイロフだ。妹が家庭教師を務めている時、侮辱を加えた、例の地主さ。 あいつが妹の尻を追い回しやがったために、妹はサイ君のマルファペトローブナに追い出され、あそこの家から暇を取らなきゃならなくなったんだよ。そのマルファペトローブナは、後でドゥーニャに詫びをしたんだがね。今度突然、頓死したんだよ。さっきあそこで話していたのは、その女のことさ。なぜだか知らないが、僕はあの男が恐ろしくてたまらないんだ。 奴はサイ君の葬式を済ますと、すぐここへやってきたんだが、実に変わった男で、何か決心したことがあるらしいんだ。どうも何か知っているような風だよ。奴を用心して、ルーニャを守ってやらなくちゃならない。このことを君に言おうと思ってたところなんだ。以外。守るあんな奴が、アブドーチャーローマーノブナに対して、 何をすることができるものかい野郎じゃ、そういう風うに言ってくれてありがとう。よし、よし、大いに守るとも。だが、どこに住んでるんだい知らない。なぜ聞かなかったんだちょ、惜しいことをしたな。もっとも、僕がすぐに探り出してやら。君は、あの男を見たのかい ややしばらく沈黙の後、ラスコーリニコフは尋ねた。うん。見た。しっかり頭へ入れといた。君は、あの男を正確に見たのかいはっきり見たのかいとラスコーリニコフは追求した。うん。そりゃはっきりと覚えてるよ。千人からいる中でも見分けられる。僕は人の顔を覚えるのが得意なんだからね。 二人はまた、ちょっと黙っていた。うん。そうだそうだと、ラスコー・リニコフは呟いた。ねえ、君。僕、ちょいとそんな考えが浮かんだんだ。僕、始終そんな気がするんだが、あれはことによったら、幻想かもしれないな。そりゃ一体何のことだい 僕は君の言うことがはっきりわからないよ。だって、君らはみんなそう言ってるじゃないか。と、ラスコー・リニコフは、薄笑いに口をねじ曲げて言葉を続けた。俺のことを、気違いだってさ。ところが、今僕自分でも、ふいとそういう気がしたんだよ。もしかすると、僕は本当に気違いで、ただ幻を見ただけかもしれない。 一体君、それはどうしたと言うんだだって、それは誰にも分からないじゃないか。実際僕は気違いかもしれないさ。そして、この二三日の間にあったことは、何もかも想像の産物に過ぎないかもしれないよ。ああ、老若。君はまた頭をめちゃめちゃにされたな。一体あの男は何を言ったんだ何用でやってきたんだ ラスコー・リニコフは答えなかった。ラズーミヒンは、ちょっとしばらく考えていた。まあ、一つ僕の報告を聞いてくれよ。と彼は、口を切った。僕は、君のところへ寄ったが、君は寝ていた。それから食事を済まして、ポルフィーリーのところへ出かけたんだ。ザミオトフはやはり、まだあそこにいるんだ。 根っからうまくいかないんだ。どうしても本当に、ちゃんと話せないのさ。奴らは、まるで話がわからない、合点がいかないというような様子なんだ。が、一向まごついたらしい様子もない。僕はポルフィーリーの窓の方へ呼んで話を始めてみたが、またどうしたわけか、トンチンカンになってしまうのだ。あの男がソップを見てると、 僕もそっぽを見てると言った風でね。とうとう僕は、奴の鼻先へ原稿を突きつけて、親戚として貴様を叩きなますにしてやるぞと言ってやったよ。ところが奴は、ただじろっと僕を見ただけなんだ。僕、ペッと唾を吐いて出てしまった。これでおしまいさ。実にどうも馬鹿げてるよ。 ザメ男とは一つも口をきかなかった。ところで僕は、こいつ帰ってヘマをやってしまったぞというような気がしたんだが、階段を降りているうちに、ひょいとある考えが浮かんで、僕の迷いを覚ましてくれたんだよ。他でもない。なんだって僕らは、お互いにこう悪クセクしてるんだ。もし君に危険なことが何かあると言うなら、 そりゃもうもちろん騒がなきゃならないが、実際何にもないじゃないか。君はまるで、この事件に風馬牛なんだから、あんな奴らには唾でも引っ掛けてやりゃいいんだよ。後であいつらを笑ってやろうじゃないか。もし僕が君だったら、帰ってからかってやるんだかな。何後で奴ら、恥ずかしくてたまらなくなるんだから、クソくらいだ。 あとでまたとっちめてやる方法もあるんだから、今のところは笑ってやろうじゃないか。もちろんそうさ。と、ラスコー・リニコフは答えた。明日になったら、何というつもりだい。と彼は、腹の中で考えた。不思議なことに、分かった時には、ラズーミヒンはどう思うだろう。という考えは、 今まで一度も彼の頭に浮かばなかったのである。今ふとそれを考えると、ラスコー・リニコフはじっと相手の顔を眺めた。ポルフィーリー訪問に関する今のラズーミヒンの報告には、彼はほんのちょっとした興味しか持たされなかった。あれ以来、彼の利害を左右する事情にあまり多くの増減があったのである。 彼らは廊下でパッタリルージンと出会った。ルージンはきっかり八時にやってきて部屋を探しているところなので、三人は揃って入っていったが、互いに顔も見合わなければ、会釈もしなかった。青年二人はずんずん先へ通ったが、ルージンは作法を守って、控室で街灯を脱ぐのをわざと手間取らせた。 プリヘイリア・アレクサンドロブナは彼を迎えにすぐさま敷居のところまで出てきた。ドゥーニャは兄と挨拶していた。ルージンは部屋へ入るとかなり愛想のいい態度ではあったが、前にも増して容態ぶりながら夫人たちに挨拶した。もっとも、ちょっとヘドモドして何と言っていいかわからないような様子だった。 プリヘイリアは、なんとなく照れた形で、サモワールのたぎっている丸テーブルの周りに、急いで皆に席を進めた。ドゥーニャとルージンは、テーブルの両端に相対して、座を締めた。ラズーミヒンとラスコーリニコフは、プリヘイリアと向き合うことになったが、ラズーミヒンの方はルージンに近く、ラスコーリニコフは、妹のそばに座った。 ほんの一瞬間、沈黙が襲った。ルージンは、香水のプンプンに酔う麻の半ンケチを悠々と取り出して、君子善とした品位を保ちながらも、傷つけられた自分の面目に対して、十分説明を求めようと、固く決心したような態度で、チュンと一つ、鼻を噛んだ。彼はもう、控室にいた時から、 このまま街灯も脱がずに帰ってしまい、立ち所に二人の夫人に万事を思い知らせ、腹にしみるだけ厳重に懲らしめてやろうか、という考えが浮かんだのであるが、さすがに結構はできなかった。その上この男は、はっきりしないことが嫌いだったので、この場合、事情鮮明の必要があった。 各も露骨に命令が従林されたところを見ると、そこに何かなければならない。してみれば、まずそれを知ることが第一だ。懲らしめるのはいつでもできるし、それは彼の手中にあることだ。道中、別におさし触りもなかったことと存じますが。と彼は、改まった口調でプリヘイリアに話しかけた。 おかげさまでね、ピョートール・ペトロービッチ。何より結構なことで。アブドーチャ・ロマーノブナもお疲れにはならなかったですか私は若くって丈夫ですから、疲れなんかいたしませんが、母はよほどつらかったようですわ。と、ドゥーネチカは答えた。どうもいた方がありませんな。 国名物の道が馬鹿長いんですから。いわゆる母なるロシアは偉大なものと相場が決まっておりますので。昨日はお出迎えに行きたいのは山々でしたが、どうしても間に合わせかれました次第です。しかし、まあ、大した面倒もなく済んだことと思いますが。 いいえねえピョートル・ペトロービッチ。私たちはもうもう、がっかりしてしまったんでございますよ。特別声に力を入れながら、プリヘイリアは急いで言った。もし、神様が昨日、このドミートリー・プロコーフィッチを私たちのところへお使わしくださらなかったら、二人はまって 全く途方に暮れてしまうとこだったんでございますよ。この方が、そのドミートリー・プロコーフィッチ・ラズーミヒンさんですの。と言い添えて、彼をルージンに紹介した。もう、お知り合いになったようです。昨日。今まいしげにラズーミヒンを尻目にかけて、ルージンはこう呟いた。 そして、眉をしかめながら黙り込んだ。一体ルージンは、陣中にいるとき、見かけは極めて愛想らしく、また愛想のいいのを得意にしているくせに、ちょっとでも気に食わぬことがあると、たちまち、とっときの手をすっかりなくしてしまい、座を賑わす気さくな紳士というより、むしろ粉袋という方が似つかわしくなる。 そうした部類に属する人間だった。一同はまた黙り込んでしまった。ラスコーリニコフはカタクに黙りこくっているし、アブドーチャはある時期まで沈黙を破らないつもりでいたし、ラズーミヒンは何も話すことがなかった。で、プリヘイリアはまた気を揉み始めた。あの、 マルファペトローブナがお亡くなりになりましたね。あなたはお聞きになりましたか例のとっときの種をまた持ち出しながら、彼女は口を切った。そりゃあ聞きましたとも。真っ先に聞いて承知しております。それどころか、アルカージーバーヌイチスビドリガイロフが、奥さんの葬式を済ますとすぐ、 急いでペテルブルグへ向けて出発したこともお知らせしようと思って上がったんですよ。少なくとも、私の受け取った確実無比な情報によると、そうなんで。ペテルブルグへここへと、ルゥネチカは不安らしく問い返して、母親と目を見合わした。確かにそうです。 そして、出発のあまり急なことや、その前のことを考慮に入れてみると、もちろん、何か当てあってのことですよ。まあ、あの人はまたここでも、ルーネチカを困らせるんでしょうかね。と、プリヘイリアは叫んだ。私が思うには、あなたにしろ、 アブドーチャーローマーノブナにしろ、何も格別ご心配なさることはありませんよ。それは無論あなたが、あの男と何かの関係をつけようという考えさえお出しにならなければですな。私自身としても気をつけて、今でもあの男がどこに泊まっているか探しておる次第です。ああ、ピョートル・ペトロービッチ。 あなたが今どんなに私をびっくりおさせになったか、とてもおわかりにならないくらいですよ。と、プリヘイリアは言葉を継いだ。私は、あの人をたった二度見たきりですけれど、恐ろしい、恐ろしい人のように思われましたよ。亡くなったマルファペトローブナも、あの人が殺したに違いないと。 私は思い込んでいるほどですの。その点は、そうばかりも決められないんです。私は正確な情報を手に入れていますがね。そりゃああの男が、いわば侮辱というような精神的な影響で、あの事態を早めたかもしれない。その点は私もあえて争いはしません。何しろ。 あの人物の兵素の行情や道徳的傾向に至っては、仰せの通りですからな。あの男は今、財産を持っているかどうか。マルファ・ペトローブナが、あの男にどれだけのものを残していったか、そこは私も知りません。もっともそれはごく短期間に、私の耳へ入りますがね。けれど、 もちろんこのペテルブルグへ来たら、たとえわずかの金でも持っているでしょうから、あの男は、たちまち前と同じことをやり出すにそうやりません。あの男はすっかり堕落しきって、道楽に身を持ち崩した随一人なんですからね。私は確たる根拠を持っているのですが、運悪くも八年前に、 あの男に惚れ抜いて、借金から救い出してやったマルファペトローブナは、もう一つ別の点でも、あの男に尽くしているんです。まったくあの夫人の尽力と犠牲のおかげで、確かにシベリア行きになってしまいそうな、ある残虐無類な犯罪事件。いわば、 回帰極まる殺人といったような分子を交えたものが、極めて初期のうちにもみ消されてしまったのです。まあ、あれは、こんな風な男ですよ。もし、ご承知になりたければ。まあ、なんということでしょう。と、ブリヘイリアは叫んだ。ラスコーリニコフは、 注意深く聞いていた。あなた、正確な情報を握っていらっしゃるって、それは本当ですのドゥーニャは、相手の腹に応えるような厳しい調子で尋ねた。私はただ、亡くなったマルファーペトローブナから自分の耳で秘密に聞いたことを言ってるだけなんです。お断りしておきますが、 法律上の検知からすると、この事件はすこぶる曖昧なものです。当地にレスリッヒと言いまして、小金を貸したり、他の商売にも手を出したりしている外国女がいた。いや、今でもいるらしいのです。このレスリッヒなる女と、スビドリガエロフ氏は、昔から一種極めて親密な、 しかも神秘な関係を持っていたんです。この女のところに、当園の娘。確か、おしでつんぼだったと思いますが、歳の頃十五か、ひょっとすると十四くらいかもしれない、名が一人おりました。それをこのレスリッヒがむやみに憎んで、箸の上げ下ろしにもガミガミ叱りつける。 いや、それどころか無ごたらしくうち長着するんです。それがあるとき、屋根裏で首をくくっているところを見つかったわけなんです。娘は自殺と判定されて、型通りの手続きでことは済んだ。ところがあとでその小娘は、スびどりガイロのために、 無残な領辱を受けたと密告するものがあったんです。もっとも、その辺がどうも曖昧なんで。というのは、その密告した奴が、やはりドイツ女で、信用の置けないあばずれ者なんですからね。それに厳重な意味で密告というほどのことでもなかったので。 結局、マルファペトローブナの尽力と金のおかげで、事件はほんの噂だけで済んでしまったのです。とは言うものの、この噂は意味慎重なものでした。もちろんあなたはね、アブドーチャーローマーノブナ。あの家で拷問のために死んだ、下男のフィリップの話をご存知でしょう。六年前、 まだ、濃度性時代の話です。私の聞いたのは、まるっきり違います。フィリップは自分で首をくくったんだそうですわ。それはまさにそうです。しかしそれは、スビドリガイロフ氏の絶え間のない虐待や折巻が、あの男に、そういう不自然な死に方をさせた。いや。 もっと適切に言えば、死ぬるように仕向けたわけなんですよ。私、そんなことは存じません。と、ドゥーニャはそっけなく答えた。私はただ、なんだか妙な噂を聞いたばかりですの。つまり、そのフィリップという男は、憂鬱症の気味のある、いわば独習哲学者で、 みんなの言葉を借りて言うと、本に読まれたんだそうです。首をくくったのも、スビドリガイロフさんに打たれたためじゃなくって、人に冷やかされたからだということですわ。私がいた自分、あの人は召使いの扱いが良くて、みんなもあの人を愛していたくらいですわ。もっとも、フィリップの死んだことでは、あの人を責めてはいましたけれど、 アブローチャロマノブナ。お見受けしたところ、なんだかあなたは、急にあの男を弁護なさりたくなったご様子ですね。曖昧な微笑に口を歪めながら、ルージンはこう言った。実際あの男は、女にかけたら、煮ても焼いても食えない男ですよ。それには、 あの機械な最後を遂げたマルファ・ペトローブナが悲しむべき実例ですからね。私はただ疑いもなくあなた方の眼前に迫っている奴の新しい計画についてあなたとお母さんにご注意申し上げてお役に立とうと思ったまでです。私一個としてはあの男はまた 再建者から監獄へぶち込まれるに違いないと固く信じております。マルファ・ペトローブナは子供の将来を思って、あの男に何か所有権を移してやろうなんて考えは、もうと思っちゃおりませんでした。だから、たとえあの男に何か残していったにしろ、それはただ必要をくべからざる程度のものだけで、大した価値もない、 一時のものに違いないから、ああいう習慣を持っている男なら、一年と持たないに決まっておりますよ。ピョートル・ペトロービッチ、どうぞお願いですから。と、ドゥーニャは言った。スビドリ・ガイロフさんのお話は、もうこれきりにしようじゃありませんか。そんな話を伺ってると、嫌な気がして参りますから。 あの男は、つい今しなた、僕んとこへ来てたんですよ。不意にラスコーリニコフは、初めて沈黙を破った。四方から、叫び声が起こった。一同は彼の方へ瞳を向けた。ルージンさえ、ワクワクしだした。一時間半ばかり前、 僕が寝ているところへ入ってきて、僕を起こして名乗りを上げたんだ。と、ラスコー・リニコフは言葉を続けた。かなり砕けた態度で、愉快そうな風だったよ。そしてなんだか、そのうちに僕と意気投合するものと、すっかり一人で当て込んでいたっけ。色い々ろいろ話のあった中で、あの男はしきりに、 お前と会いたがってね、ルーニャ。僕にその仲介をしてくれと頼むんだ。あの男は、お前にあることを申し入れたいと言って、その内容を僕に打ち明けたよ。その他にね、ルーニャ。あの男は、確実な話として、マルファーペトローブナが死ぬ一週間前に遺言して、お前に三千ルーブリを残してくれたと。 僕に報告したよ。そしてその金は、ごく近いうちに、お前の手に入るだろうという話だった。まあ、ありがたいこと。と、プリヘイリアは叫んで十字を切った。あの人のためにお祈りしてあげなさいよ、ルーニャ。お祈りして。それは全く本当です。 と、ルージンは、つい口を滑らした。ででそれからどうだったのと、ルーネチカはせき立てた。そう。それからあの男の言うには、自分も大して金持ちじゃない。財産は全部、今おばのところにいる子供たちに渡ってしまうのだ。それから、 どこか僕の近くに泊まってるとか言ったが、どこだか知らない。聞かなかった。でも、あの人は一体何を、何をドゥーニャに申し入れるんだろうね。と、プリヘイリアは怯え上がって尋ねた。お前に話したってええ、話しました。何なの あとで言いましょう。ラスコー・リニコフは口を閉じて、茶の方へ手を伸ばした。ルージンは時計を出してみた。私は仕事の都合でお糸ましなくちゃなりません。そうすればお邪魔にもならないし。彼はいささかムッとしたような顔つきでこう言いたしながら、椅子から腰を浮かしかけた。 いらっしゃらないでくださいまし、ピョートル・ペトロービッチ。と、ドゥーニャは言った。あなたは、一晩中いるつもりでいらしてくだすったんじゃありませんか。それにあなたはご自分で、何やら母と話したいことがあるって、そう書いていらっしゃるじゃありませんか。それはまさにさようです。アブドーチャロマーノブナと、ルージンは、 再び椅子に腰を下ろしながら、相手に思い知らせるような調子でいったが、帽子は手に持ったままだった。私はおっしゃる通り、あなたとも、ごぼどうとも、よくお話ししたい考えでおりました。しかも、ごく重要な件に関するお話です。けれどご例形が、 私の前では、すびどりがいろフ氏の申し出を言うわけには行かないとおっしゃる。それと同じ理屈で、私も、他の人の前では、極めて重要な二三の件について、お話ししたくもありませんし、また出来もしないわけです。それに、あれほど固くお願いしといた肝心な点が、 実行されていないような始末ですから。ルージンは苦い顔をして、死活目らしく口をつぐんだ。兄が、この会見に同席しないようにという、あなたのご希望を実行しなかったのは、他でもありません。私が、それを主張したからでございますの。とドゥーニャは言った。あなたは、 兄に侮辱されたとかってお手紙に書いていらっしゃいましたが、それなら猶予なく事情をはっきりさして、お二人に仲直りしていただかなければならないと、こう考えましたの。もし老者が本当にあなたを侮辱したのでしたら、兄はあなたに謝罪しなければなりませんし、またするだろうと思います。ルージンは途端に元気づいてきた。 アブドーチャ・ロマ・ノブナ。この世の中には、いかに善良な意志を持っていても忘れられない侮辱があります。何事にも一定の限界があって、それを踏み越えるのは危険な技です。一度越したら最後、後へ返すことはできません。私が申し上げたのは、そのことじゃございませんの。 ピョートル・ペトロビッチと、少しじれったそうに、ドゥーニャは遮った。よーくお考えになってくださいまし。私たちの将来というものは、この問題ができるだけ早くはっきりして、円満に解決するかどうか、それだけで決まるんじゃありませんか私は遠慮なくぶっつけに申しますが、そうするより他考えようがないのでございます。 もしあなたがいくらかでも私を大切に思ってくださいますなら、難しいことではありましょうけれど、この話は今日にもすぐ片付けてしまわなければなりません。もう一度申しますが、もし兄に失礼がございましたら、兄がお詫びをいたしますから。あなたがそんな風に問題をお取りになるとは驚きましたね、アブドチャロマノブナ。 とルージンは次第にイライララしてきた私は、あなたを大切に思い、かつ尊敬してはおりますけれど、それと同時に、ご家族のうちの誰かを愛しないということは、極めてありうべき事柄ですよ。僭越ながら、あなたの愛という幸福こそ求めてはおりますが、同時に、 不可能な義務を負うことはできません。ああ、そんなに両見の狭いことはよしてくださいまし、ピョートル・ペトロービッチ。と、ドゥーニャは、情のこもった調子で遮った。そして、私がいつも信じていたように、また信じたいと願っているように、あのよく物のわかった上品な人になってくださいまし、 私はあなたに大切なお約束をいたしました。私はあなたの言い名付けです。だからこの話はどうぞ私にお任せくださいまし。そして私に公平な裁きをつける力があるものと信じてくださいまし。私が裁判官の役を引き受けるということは、兄にとっても、またあなたにとっても、 思いがけない贈り物でございます。私は今日、あなたのお手紙を拝見してから、ぜひこの席に来てくれと兄に頼んでやりました時も、自分の考えは少しも知らせてやりませんでした。ね。とくと合点してくださいまし、もしあなた方が仲直りしてくださらないと、私は、あなた方二人のうち、 どちらかを選ばなければなりません。あなたの方からも、兄の方からも、問題がそういう風になってきたんですの。私この選択は謝りたくありませんし、また謝ってもならないのです。あなたのためには、兄と別れなければなりませんし、兄のためには、あなたと手を切らなければなりません。今私は、 あの人が私の兄かどうかということを確実に知りたいと思います。そして、知ることができると思います。またあなたについては、私があなたにとって大切な人間かどうか、あなたが私を尊重してくださるかどうか、つまり、あなたは私の夫かどうか、ということをね。 アブドーチャ・ロマー・ノブナ。ルージンはムッとして言った。あなたのお言葉は、私にとってあまりにも意味慎重です。いや、もっと突っ込んで言いますが、あなたに許していただいている私の位置から見て、むしろ信頼千番なくらいです。私とこの、 高慢ちきな青年を同列に扱おうとなさる。侵害千板な合点のゆかぬ対象のなさり方は、今さら申し上げないとしても、今のお言葉で見ると、あなたは私になすった約束を破棄する可能を認めておいでなさるわけです。あなたは、私か兄さんかとおっしゃる。してみれば、 私があなたにとって大した意味を持っていないことを思い知らせていらっしゃるわけです。私はお互いの間に存在している関係から言っても、義務から言っても、そういうことは断じて許容するわけにはいきません。なんですってと、ドゥーニャはカッとなって、私は、あなたの利害を、 今まで私にとって大切であったもの、私の生活全部だったものと、同列に見なしているんですよ。それなのに、私があなたを十分尊重しないと言って、急に腹をお立てになるんですのね。ラスコーリニコフは無言のまま、皮肉ににやりと笑った。ラズーミヒンは全身をピクッとさせた。が、ル神ジンは、 この反駁を頭から相手にしないで、一言一言にいよいよ執念深く、イライラしてきた。まるで、次第に油が乗ってくる、というような塩梅だった。やがて生涯の伴女になろうという人、つまり、夫に対する愛は、兄弟に対する愛を、凌駕しなければならないはずです。 と彼は、教訓的な調子で言った。いずれにもせよ。私は、何と人しなみに見られるのはたまりません。宣告私は訪問の用向きを、ご霊形の前では申し上げたくもなし、また申し上げるわけにいかないと主張しましたが、それにもかかわらず、私は今一応ご母堂にお願いして、 一番根本的な、しかも私にとって侵害千般な点について、ぜひとも事態を鮮明いたしたいと思うのです。ご子息はと彼は、プリヘイリアの方へ向き直った。昨日、ラススード禁止。それとも確かそうでしたね。ごめんください。お名前をつい失念しまして。 と彼は愛想よくラズーミンに会釈し,した。この方の前で私の考えを曲解して侮辱されたのです。つまり、いつぞやあなたとコーヒーを飲みながらうちわ話の中に申し上げたことですが、世間の苦労を味わった貧しい娘さんとの結婚は私の考えでは、 何不自由なく育った娘さんと結婚するよりも道徳的にも有益なことであるから、夫婦関係の上から言っても有利だと申し上げた、あのことなのです。私の見たところでは、ご子息はあなたご自身の通信を基礎として、恋にバカバカしいくらい言葉の意味を誇張して、何か悪だくみでも持っているように、 私を非難なすったのです。プリヘイリア・アレクサンドロブナ、どうか私の誤解を解いて安心させてくだされば、私はそれをもって幸福といたします。つまり、私の言ったことをどんな形で、ロジオン・ロマーヌイチの手紙にお伝えになったか、一つ聞かせていただきたいものです。私は、 もう覚えておりませんので。と、プリヘイリアはへど戻した。私は、自分で伺った通りに書いてやりましたので、老者があなたに何とお伝えしたか存じませんが、ことによったら、あれが本当に何か大げさに申したかもしれません。しかし、あなたの暗示がなかったら、 ご子息も誇張なさるわけにいかないはずですよ。ピョートル・ペトロービッチ。とプリヘイリアはきっとなった。私とドゥーニャとがあなたのお言葉を大して悪い方へ取らなかったのは、私たちのここへ来ていることが証拠でございます。そうだわね、お母さん。と、賛成するようにドゥーニャは言った。 してみると、このこともやはり、私が悪いわけなんですな。と、ルージンはむっとした。ピョートル・ペトロビッチ、あなたはそういうふうに、何もかもロージャーをお責めになりますけれど、あなただって、宣告のお手紙に、あれのことで嘘を書いていらっしゃるじゃありませんか。と、プリヘイリアは急に元気づいて、 こう言い出した。私が何か嘘を書いたなんて、そんな覚えはありませんな。あなたは、こう書いておられるのです。ルージンの方を振り向こうともせず、ラスコーリニコフは、ズケズケと言い出した。僕が昨日金をやったのは、まさに歴史者のカフだったのです。それをカフではなくて、 娘にやったのだなんて書いておられる。その娘というのは、僕昨日の日まで見たこともなかったんですよ。あなたがそれを書かれたのは、僕を家族のものと喧嘩さすためで、そのために老烈極まる文句で、自分の知りもしない娘の行情を書き添えたんです。それは皆、癒しい陰口というものです。 失礼ですが。ふんぬに身を震わせながら、ルージンは答えた。あの手紙で、あなたの性格や行為にまで言い及んだのは、ただそれによって、ご霊媒とご母道の依頼を履行したまでです。つまり、あなたをお尋ねした時の模様はどうだったか、あなたが私にどんな印象を与えられたか。 そういうようなことを細かく知らせて欲しいとのことだったのです。ところで、今指摘された手紙の文面に関しては、そこに一行でも自立相違の点があったら見せていただきましょう。つまり、あなたが金を使われなかったかどうか、あの家族はたとえ不幸せだとは以上、 汚らわしい人間は一人もいなかったかどうか、というような点に関してですな。が、僕に言わせると、あなたなんかありたけの美点をかき集めても、あなたが今石を投げているあの不幸な娘の小指だけの価値もありゃしない。すると、あなたはあの女を、ごぼどうやご霊舞と、 一座させるだけの決心が終わりですな。それはもう実行しましたよ。もし知りたいとおっしゃれば申しますがね。僕は今日、あの娘を、母とドゥーニャと並んで座らせましたよ。どうじゃと、プリヘイリアは叫んだ。デューネチカは顔をあからめ、ラズーミヒンは眉を寄せた。 ルージンは独々しく、高慢ちきにニヤッと笑った。アブドチャ・ロマーノブナ。と彼は言った。ご覧の通りですから、これじゃ話の折り合うわけがありません。私はもうこれで永久に万事了したもの事情を鮮明したものと考えさせていただきます。もはやこの上、 親子兄弟対面のお楽しみや、秘密ご伝達のお邪魔をしないように遠慮することにいたしましょう。と彼は椅子から立ち上がって帽子を取った。けれど、帰りがけにあえて注意させていただきますが、こんな出会い、いや、曖昧な妥協はごめんこむりたいものですな。 プリヘイリア・アレクサンドロブナ。新たには特にこの点をお願いしておきます。ましてあの手紙は他の誰でもない、あなたに宛てたものなんですからな。プリヘイリアは少々むっとした。あなたは何ですか私たちをご自分の権力で自由にしようとしていらっしゃるようですね、ピョートル・ペトロービッチ。 どうしてお望み通りにしなかったかというわけは、もうドゥーニャが申し上げました。あれはいい考えを持っていたのでございます。それにあなたのお手紙は、まるで命令でもなさるような書き方ですもの。一体私どもは、あなたのお望みを、いちいち命令のように守らなくてはならないのでしょうかそれどころじゃありません。 私ははっきり申し上げますけれど、あなたは今、私どもに対しては、格別優しく寛大にしてくださらなければならないはずです。だって、私たちは、何もかも振り捨てて、ただあなたを頼りにここまで出てきたんですもの。してみれば、それでなくても、大方あなたの権力内に置かれているわけじゃありませんか。 いや、そうばかりでもありませんよ、プリヘリア・アレクサンドロブナ。ことに今しがたマルファペトローブナの遺言状に書かれた三千ルーブリのご披露があった後ですからな。しかもそれは、私に対するお話ぶりの変わったのから見ても、大変いい檻だったらしいご様子で。と彼は、毒々しく言い出した。 そのお言葉から見ますと、本当に私どもの頼りない身の上を当てにしていらっしゃったものと、想像しても良さそうですね。と、いらたたしげに、ドゥーニャは言った。けれども今は、少なくともそんなことを当てにするわけにはいきません。ことに、アルカージー・イバーヌイチ・スビドリガイロフ氏の秘密な申し出を伝達される、 お邪魔をしたくもありません。あの男は、ご霊形にその全権を委任したわけなんでしょう私の見るところでは、その申し出はあなたにとって重大な意味。いや、ことによったら極めて愉快な意味を持っているのかもしれないようですな。まあ、なんということを。と、プリヘイリアは叫んだ。 ラズーミヒンは椅子にじっとしていられなかった。お前、これでも恥ずかしくないのかいドゥーニャと、ラスコーリニコフは尋ねた。恥ずかしいわ、兄さん。とドゥーニャは言った。ピョートル・ペトロービッチ、とっとと出て行ってください彼女は、フンヌにさっと青ざめながら、 彼の方へ振り向いた。ルージンもこうした結末になろうとは夢にも思いがけなかったらしい。彼はあまりに自分自身と自分の権力と二人の犠牲の頼りない境遇に希望をかけすぎていたのである。今でもまだ本当にならないほどであった。彼は真っ青になり唇がわなわなと震え出した。 アブドーチャロマノブナ。私が今こんな鼻向けをもらって、この戸口から出てしまったら、その時には、どうか覚悟してください。私はもう二度と帰っては来ませんから、よくお考えなさい。私の言ったことに、変愛はありませんぞ。なんてずうずうしい。ドゥニャは、 すっくと席を立ちながら叫んだ。ええ、私も、あなたに帰ってきていただきたくありません。ええ、なるほど、そうですか。最後の瞬間まで、こうした大断言を信じていなかったルージンも、今はまるで、次方を失って、思わずこう叫んだ。なるほど。 そうですか。しかしいいですか、アブド・ジャロマ・ノブナ。私は抗議することだってできますよ。あなたはどんな権利があって、娘にそんなことをおっしゃるんですトップリヘイリアは熱くなって割って入った。一体どんな抗議がお出来になるんですの一体どんな権利を持っていらっしゃるんですの うん。あなたのような人に可愛いドゥーニャをあげましょうかい。さあ、出て行ってください。私たちに構わないでいただきましょう。もともと私たち自分の方が悪いんです。こんな間違ったことを思い切ってしようとしたんですからね。とりわけ、私が一番悪かったのです。しかし、プリヘイリア・アレクサンドローナ、 と、ルージンは、興奮のあまり夢中になってしまった。あなたは、明日約束で私を縛っておきながら、今更それを破棄するなんて。そして、そしておまけに、おまけに私はおかげで、余計な失敗をさせられたじゃありませんか。この最後の講義は、 あまりにもルージンの性格にはまっていたので、フンヌの発作とそれを抑える努力のために真っ青になっていたラスコーリニコフも急に我慢しきれなくなり、カラカラと笑い出した。けれど、プリヘイリアは思わず我を忘れてしまった。湿気ですってそれは一体どんな湿気なんですのまさかあなたは 私たちのトランクのことをおっしゃるんじゃありますまいね。だってあれは、車掌があなたにタダで乗せてくれたんですよ。まあ、なんてことでしょう。私たちがあなたを縛ったんですって。まあ、正気になってくださいよ、ピョートル・ペトロービッチ。それはね、あなたの方が私たちの手足を縛ったので、私たちがあなたを縛ったのじゃありませんよ。 もうたくさんよ、お母さん。ご章だから、もうよして。と、ドゥーニャは哀願した。ピョトル・ペトロビッチ、どうぞお願いですから、出て行ってくださいまし。出て行きますとも。ただ、最後にたった一言言っておきます。もうほとんど自制力を失って、彼は叫んだ。 ごぼ堂はもうすっかり忘れてしまわれたようですが、私は、あなたのああした風評が、近所近在一円に広がったにもかかわらず、あなたをもらおうと決心したんですよ。私は、あなたのために世論を無視して、あなたの名誉を回復してあげたのだから。もちろん、大いばりでその報酬をあてにしても、 いや、さらに、あなたの感謝を要求しても、いいわけだと思いますがね。しかし、今、ようやく目が開けてきました。ことによると、世論を無視したのは、極めて、極めて軽率な行為だったかもしれない。それが自分でもわかります。この野郎、頭が二つあるとでも言うのか ラズーミヒンは、椅子から踊り上がって、今にも制裁を加えようと身構えながら、こう怒鳴りつけた。あなたは卑劣な、意地の悪い人ですとドゥーニャは言った。何も言うな何もするなと、ラズーミヒンを押しとどめながら、ラスコーリニコフは叫んだ。それから、 ぴったり顔を突き合わさないばかりに、ルージンのそばへ進み寄った。さあ、とっとと出て行ってください。と彼は、低い声ではっきり言葉を分けながら言った。もう一言も口を聞かないで、さもないと。ルージンは、ややしばらく、 ふンヌに歪んだ真っ青な顔をして、じっと彼を見つめていたが、やがてくるりと首筋を転じて、そのまま出ていった。今この男が、ラスコーリニコフに抱いたほどのふンと憎ウは、誰しもめったに感じることがなかったにそういない。彼は、ラスコーリニコフを、彼一人のみを、一切の原因にしてしまったのである。 しかし、ここに特筆しなければならないのは、もう階段を降りていきながらも、ことはまだ全然瓦解してしまったのではないかもしれない。二人の夫人に関しては、十分、十分、回復の見込みさえあると、こんな風に考えたことである。 三。何より肝心なのは、最後の瞬間まで、こうした結末を、夢にも予期しなかったことである。彼はいよいよのどん詰まりまで、石金洗うがごとき頼りない二人の女が、自分の勢力下から脱出するかもしれないなどと、そうした可能性を想像もしていなかったので、呆然と、 力み返っていたのである。この信念を手伝っていたのは、彼の虚栄心とうぬぼれと呼ぶのが最もふさわしい自信の念であった。雑敗から叩き上げたルージンは、病的なほどうぬぼれが強く、自分の頭脳と才知を高く評価していた。時とすると、一人でそっと鏡に映る 自分の顔に見惚れることさえあった。しかし、彼がこの世の何より愛していたのは、あらゆる方法を尽くしながら、流々深苦の結果手に入れた自分の金であった。その金こそは、彼を引き上げて、自分より上にあったあらゆるものと同列にしてくれたのである。今さっき彼が、 ドゥーニャに向かって、自分は悪い風評があるにもかかわらず、彼女をめとろうと決心したのだと、悲痛な誤調でほのめかしたのは、あくまで真面目な気持ちで言ったのであった。それどころか、ああした、ましい暴音の振る舞いに対して、深い憤満の情さえも覚えたほどである。もっとも、ドゥーニャに縁談を申し込んだ時には、 すでにマルファペトローブナ自身が公然とそうした風説を根底から覆してしまい、町中の人もそんなことなど忘れてルーニャをかばっていたので、彼もそれが愚にもつかない猛説だということを十二分に信じていたのである。それに彼自身もそういう事情をあの当時から知っていたのを否定するわけにはいかなかったろう。 にもかかわらず、彼はドゥーニャを自分と同じ地位まで引き上げてやろうとした自分の決断を、やはりどこまでも高く評価し、それを興業のように思っていた。で、今ドゥーニャにこのことを言い出したのも、これまでひたすら目で慈しみ、内心一人で干渉していた大事な秘密の想念を漂白したわけなので、 どうして人がこの工業を干渉しないのかと不思議でたまらなかった。もう、ラスコーリニコフの訪ねて行ったあの時からして、彼は十分に自分の工業の成果を収め、この上もない甘美な謝辞を聞くつもりで、恩人気取りで入っていったものである。で、今階段を降りながら、 彼が自分の進化を認められず、この上ない侮辱を受けたように考えたのは、無理からぬ次第である。ドゥーニャは彼にとって、もうそれこそなくてならぬものだった。彼女を思い切るなどとは、思いも及ばないことである。もう長い間、五、六年この方、彼は結婚ということを、 楽しい空想にしながら、それでも絶えず金をちびちび貯めて、次節到来を待っていたのである。彼は希望に満ちた気持ちで、心の深い深い奥の方で、貧困が良くて貧乏な。どうしても貧乏でなくてはならない。若くて気量のいい、素性も正しければ教育もあり、しかも、 浮世の苦労を舐め尽くして臆病になった娘。あくまで従順な、彼一人だけに、生涯自分を恩人として敬いあがめ、頭も上げないような娘を無双していた。彼が仕事のひまひまに、静かなところで、この魅惑に富んだ楽しいテーマについて、どんな甘いエピソードや情景を、 空想の中に描いたかわからない。そこへ急に数年来の空想がほとんど実現されるばかりになった。アブドーチャ・ロマーノブナの養殖と教養は彼を共嘆させ、その頼り投げな境遇は嫌が上にも彼の欲望をそそったのである。しかもそこには彼が空想していたのより、 より以上のものさえあった。この娘は、誇りが強くて意地があり、貧困は模範的で、教養と頭脳の発達は彼以上である。彼はこれを直感した。しかも、これほどな優物が、一生涯彼の偉業に、奴隷的感謝を捧げ、彼の前にうやうやしく、己を虚しゅうする。 そして彼は絶対無限に君臨しようというのである。ちょうどわざと狙ったように、彼はそのちょっと前から、長い熟慮と期待の後に、ようやく根本的に方針を改めて、一層広い活動圏内へ踏み出すと同時に、もう久しい間溺れるほど憧れていた一段上の社会へも、徐々に移っていこうと決心していた。 一口に言えば、彼はペテルブルグへ打って出ようと決心したのである。彼は、女というものが、仕事の上で、あくまで、あくまで、助けになることを知っていた。美しく、品性の高い、教養ある女性の魅力は、彼の人生航路を飾り、人々を彼の方へ引きつけ、彼のために、 一種の五行となることができる。それが、急に何もかも崩壊しようとしているのだ。この思いもかけぬ醜悪な決裂は、彼にとって落雷のような作用をしたのである。それは、一種醜悪な悪ふざけだった、馬鹿げた話だった。彼はほんの少し威張ってみたばかりで、 ろくろく言いたいことも言えなかった。彼はただちょっと冗談を言って、調子に乗りすぎただけなのだが、こんな重大な結果になってしまった。おまけに、彼はもう自己一流の愛し方で、ドゥーニャを愛していた。心の中ではもう彼女に君臨していた。叱るに俄然。いや、明日にも。 明日にも早速事態を回復し、手当を加え、修正しなければならない。第一、一切の原因たるあの傲慢な乳臭い青二才をペシャンコにやっつけてやらねばならぬ。それからラズーミヒンのことも、この持病的な感覚とともに、我ともなく思い出された。が、しかし、それについては、 彼もすぐ安心してしまった。もちろんあんな男は、あいつとジッパ人からげだ。けれど、彼が真剣に恐れたのは誰かというと、それは、スビドリ・ガイロフだった。とにかくいろんな新労が目の前に控えていたのである。 い,いえ、私が、私が一番悪いんだわ。母を抱きしめて接吻しながら、ルーネチカはこう言った。私は、あの人のお金に目がくらんだのよ。でも兄さん、私チカって言うわ。私はまさか、あの人が、あれほど取るに足りない人だとは、夢にも思わなかったわ。 もし前からあの人をよく見抜いてたら、どんなことがあっても迷いやしなかったんだけど。兄さん、私を責めないでね。神様が救ってくだすったのだよ。神様が救ってくだすったのだよ。プリヘイリアは、今起こった一切のことが、まだはっきり腑に落ちないらしく、なんだか無意識のように、そう呟いた。 一同は、互いに喜び合った。五分も経つと、笑い出しさえもした。ただ、時々ドゥーネチカが、始終のことを思い浮かべながら、青い顔をして眉を寄せているばかりだった。プリヘイリアは、自分も一緒になって喜ぼうなどとは、夢にも思っていなかった。つい今朝ほどまで、 ルージンとの決裂が恐ろしい不幸に思われていたのである。ただ、ラズーミヒンは宇頂天になっていた。彼はまだ思い切って十分にその歓喜を漂白できなかったが、まるで五プードもある重りが胸から取りのけられでもしたように、まるで熱病闇のように震えた。今こそ彼は、 自分の全生涯を投げ出して、彼女たちに奉仕する権利を得たわけである。それに、今だって何事が起こるか知れたものではないのだ。しかし、それから先のこととなると、彼はなおのこと、昇進欲欲として、そういう考えを追いのけ、自分自身の想像を恐れていた。ただ一人ラスコーリニコフは、 じっと同じ椅子に腰掛けたまま、ほとんど気難しいと言っていいくらいに、放心したような様子をしていた。彼は何よりもまず、ルージンを遠ざけることを主張しておきながら、今の出来事に誰よりも一番興味がないような風だった。ルーニャは、兄がまだ自分にひどく腹を立てているのだと考えた。 プリヘイリアは、おどおどと彼の方へ視線を投げていた。スビドリガイロフは、兄さんに何と言ってと、ドゥーニャは彼のそばへ近寄った。ああ、そうそう。とプリヘイリアは叫んだ。ラスコーリニコフは頭を上げた。あの男はどうしても、 お前に一万ルーブリ送りたいというのだ。それについても僕も立ち会いの上で、一度お前に会いたいというのだ。会いたいそんなことは混臨罪できませんと、プリヘイリアは叫んだ。よくも、この子にお金を送りたいなんて、そんなことが言えたものだ。それからラスコーリニコフは、 かなりそっけない調子で、スビドリガイロフと会見の天末を物語った。もっとも余計なことも言いたくなし、また実際必要以外なことには何一つ和刀を向けたくなかったので、マルファペトローブナの幽霊の話は抜いてしまった。で、兄さんはどう返事をなすったのとドゥーニャは尋ねた。 はじめ、お前に伝言などしないと言った。するとあの男は、あらゆる手段を講じて、直接会見の目的を達すると声明するのだ。彼の断言するところによると、お前に対する狂気の沙汰は、あれは一時の迷いだった。今ではお前に対して、何も感じちゃいないというのだ。あの男は、 お前をルージンと結婚させたくないんだよ。まあ、全体としても、なんだか曖昧な話しぶりだった。兄さん自身は、あの人をどう解釈なすってどんな風にお思いになって正直、何にも訳がわからないんだ。一万ルーブリ提供するというかと思えば、自分は金持ちじゃないという。 どこかへ行ってしまうつもりだというかと思えば、十分も経たぬうちに、そう言ったことを忘れてるんだ。それからまた急に結婚しようと思っている。相手も世話するものがある。とも言ったっけ。もちろん、何か目的はあるに違いない。そして十中八九、ろくなことじゃないだろう。が、それにしても、 もしあの男がお前に対して良くない目論みを持ってるとすれば、あんなとんまなやり方をしようなんてちょっと想像しかねるし、もっとも僕はお前に代わって、その金はきっぱり断っといてやったよ。害してあの男は僕の目には妙に思われたよ。いやむしろ、発狂の兆候があるようにさえ思われた。しかし、 僕だって間違ってないとも限らない。ことによると、それは単に独自なごまかしに過ぎないかもしれん。しかし、マルファペトローブナの死んだことは、あの男にもガンと来たらしい。おお、神様。どうぞ、あの人の魂をお休みめくださいまし。と、プリヘイリアは叫んだ。 私はいつまでも、いつまでもあの人のために祈ります。ねえ、ドゥーニャ。その三千ルーブリがなかったら、私たちは今どうなっていたろうね。本人は、天からでも降ってきたようだ。どうだろう、老若。今朝私たちの手元には、もう天にも地にも、たった三ルーブリしか残っていなかったんだよ。で、 私とドゥーニャは、時計でも七に置こうかと、そればかりいろいろ考えたくらいなんだよ。先方から言い出さないうちには、あの男からもらうまいと思ったのでね。ドゥーニャは、スビドリガイロフの申し出によほどショックを受けたらしく、じっと考えに沈んだまま、いつまでも立ち尽くしていた。あの人は、 何か恐ろしいことを考え出したんだわ。彼女はほとんど震え上がらんばかりに囁ささくような声で一人ごちた。ラスコーリニコフはこの並々ならぬ恐怖に気づいた。なんだか僕はまだちょいちょいあいつと会いそうな気がする。と彼はドゥーニャに言った。 あいつに気をつけてやりましょう。僕が居所を突き止めてやる。とラズーミヒンは元気よく叫んだ。ちょっとも目を離すことじゃありませんよ。ロ者ジャが僕に許可してくれたんですからね。ロ者ジャ自身がさっき僕に妹を守ってくれってそう言ったんですよ。ねえ、アブドーチャーローマーノムだ。あなたもお許しくださるでしょうね。 ルーニャはにっこり笑って彼に手を差し伸べたが、心痛の色はその顔から去らなかった。プリヘイリアはオズオズと彼女の顔を盗み見ていた。とはいえ、三千ルーブリは明らかに彼女を安心させたらしい。十五分の後には、 一堂は恐ろしく弾んだ調子で話していた。ラスコーリニコフさえも自分は話こそしなかったが、しばらくの間は熱心に耳を傾けていた。盛んに熱弁を振るっているのはラズーミヒンだった。一体なぜ、なぜあなた方はお帰りにならなきゃならないんです彼は陶水したような風で、 歓喜にあふれる言葉を、とうとうと吐き出すのであった。それに、田舎町で何をなさろうというのです。何より肝心なのは、あなた方がここで一緒にいらっしゃるということです。お互い同士が役に立ち会うってことです。まったくどれだけ力になるか、まあ考えてもご覧なさい。まあ、たとえしばらくの間でもね。そして、 どうか僕を友人にしてください。話し相手にしてください。そうすれば嘘じゃありません。それこそ素晴らしい仕事が始められますよ。まあ、こうなんです。聞いてください。そいつをすっかり詳しくお話ししましょう。その計画をね。まだ今朝のことで、まだ何にも起こらない前に、僕はふいと頭に浮かべたんですよ。実は、こういうわけです。 僕には、叔父が一人あるんですが、いずれご紹介しますよ。至ってよくできた、なかなか上品ないいじいさんです。その叔父が、貯金を千ルーブリばかり持ってるんですが、自分は恩給で食ってるので、少しも不自由しない。で、叔父は、もう二年越し、その金を使ってくれ、利子は年六部でいいからと、しつこく僕を責めるんです。 しかし、そのからくりはわかってるんで、おじはただ僕を助けたいんですよ。ところが、去年は僕も別段必要がなかったが、今年はおじの出てくるのを待ちかねて、それを借りる決心をしたのです。その上に、あなた方も今度の三千ルーブリだけ提供してくだされば、手始めとしてはまず十分です。こうして私たちは、 合詞したわけです。ところで、一体何をするとお思いになりますここでラズーミヒンは自分の計画の説明に移った。そして、ほとんどすべての書籍や出版業者が自分の商品の性質をよくわきまえていないから、従って普通に出版業は成功しないと相場を決められているが、しっかりしたものさえ出せば、 必ず終始償って、利潤を上げるばかりか、時々は相当な儲けもあるということを、一生懸命に説明した。ラズーミ品は、もう2年から人のために働いてきたし、三カ国の欧州語にかなり通じていたので、出版業を始めることは、常々空想していたところである。もっとも、6日ばかり前に、 彼はラスコーリニコフに向かって、ドイツ語は一向ペケだと言ったが、それは彼に翻訳を半分引き受けさせて、サンルーブリの先金を握らせるための方便だった。ラスコーリニコフも、それが嘘なことはよく知っていた。どうして、どうしてこの好期を一するわけには行きません。だって、 一番肝心な資本の一つ。つまり、自分の金がちゃんとあるんですもの。と、ラズーミヒンは熱くなっていった。もちろん大変な努力が必要です。しかし私たちは働こうじゃありませんか。あなたとね、アブドーチャーローマーノブナ。それから僕とロジオンと。出版業者の中には、今非常にいい成績を上げているのがあるんですからね。 ところで、この事業の根本の基礎となるのは、結局何を訳せばいいか、それをよく知ることなんです。僕らは翻訳もすれば、出版もやり、勉強もやる。何もかも一緒なんです。今なら僕も役に立ちますよ。経験があるんですからね。何しろもう2年も方々の出版屋を歩き回って、奴らの内幕は知り抜いているんです。 クローだって別に神様じゃありませんよ、全く。なんだってわざわざご馳走を口のそばまで持ってきてもらいながら素通りさせる必要があります。僕は素敵な本を二つ三つ知っています。そいつを翻訳して出版するという案だけに対しても、一冊で百ーブリずつ取れそうなのを大切に胸の中に秘めているんですよ。その中の一冊などは思想だけ、 五百ルーブリ出すと言っても、僕は相手にしたくないくらいですよ。あなた方はどう思いですもし僕が誰かにそんな話をしたら、こんなデクノボが、と言って、あるいはまだ疑うかもしれませんね。しかし、印刷とか用紙とか、販売とかの雑務となったら、それは一切僕にお任せなさい。僕が裏の裏まで承知していますから。 はじめは固定にやって大きく仕上げるんですな。少なくとも食ってゆくだけのものはありますよ。どう間違ったって出した金くらいは戻ってきます。ドゥーニャの目は輝いた。あなたのおっしゃることは私大変気に入りましたわ。ドミートリー・プロコーフィッチ。と彼女は言った。私はこういう話になると 無論何もわかりませんけれど。と、プリヘイリアは応じた。それは結構なことかもしれませんが、これも先のことは誰にもわかりませんでね。なんだか新しいことだものだから、不安心なようでね。もっとも、私たちはどうしたって、ここに残らなければなりません。 当分の間だけでもね。彼女は、老者を見合った。兄さん、どうお思いになってとドゥーニャは言った。僕も、非常にいい考えだと思うよ。と彼は答えた。会社を作るなんてことは、もちろん前から空想すべきことじゃないが、五六冊の本の出版なら、 実際必ず成功さすことができるよ。僕も間違いなく売れる本を一つ知っている。ところで、この男が経営をうまくやっていくということは、少しも疑いがないね。仕事の頭があるから。もっとも、まだよく相談する暇はあるさ。うらとラズーミヒンは叫んだ。ところで、 ちょっと待ってください。ここに、この家に、同じ主人の持っている住まいがあるんです。それは独立した離れた部屋で、この曖昧な部屋とは通路がなくって道具付きなんです。家賃も格安で、小さいながら3枚あります。まあ、とりあえずこれをお借りなさい。時計は僕が、明日七夜へ持って行って、金にしてきてあげます。それから先は、 何もかもうまくいくでしょう。何より肝心なのは三人ご一緒におられるってことです。老者も一緒に。おや老者君はどこへ行くんだいまあ老者お前もう帰るのプリヘイリアはほとんどぎくりとした体でこう聞いた。しかも、こういう時を狙って、 ラズーミヒンは叫んだ。ドゥーニャは、ウロンらしい驚きの色を浮かべながら、兄を見合った。彼の手には、帽子があった。彼は、出て行きそうにしていたのである。なんだかみんな、まるで僕の述べ送りをするか、永久の別れでも告げてるようだね。なんとなく機械な調子で、彼はこう言った。 にやりと笑ったようでもあったが、それはまた、微笑でないようでもあった。僕たちが顔を見るのも、これが最後かもしれないからね。と彼は、さりげない様子で言いたした。彼はこれを、ふと心の中で考えたのだが、どうしたはずみか、つい口へ出てしまったのである。まあ、お前はどうしたの と母は叫んだ。兄さんあなたどこへいらっしゃるのなんとなく妙な調子で、ドゥーニャはこう尋ねた。ちょっと、僕、どうしても行かなきゃならないんだ。自分の言おうとしたことに動揺を感じるらしい様子で、彼は漠然と答えた。が、その青ざめた顔には、 一種きっぱりした決心の色が現れていた。僕、そう言おうと思ったんです。ここへ来る道々、そう言おうと思ってたんです。お母さん、あなたにも、それからドゥニャお前にも。つまり僕たちは、しばらく別れていた方がいいんです。僕は気分が優れない。 心が落ち着かないんです。僕、そのうちに来ます。自分で来ます。もしそうしていい時が来たら、僕はあなた方を忘れやしません。愛しています。どうか僕に構わないでください。僕を一人っきりにしといてください。僕はそう決心したんです。もう前から。 それは固く決心したことなんです。たとえ僕の一心にどんなことがあろうとも、破滅してしまうようなことがあろうとも、僕は一人でいたいんです。僕のことはすっかり忘れてください。その方がいい。僕のことなど問い合わせないでください。必要があれば僕自分で来るか、あなた方を呼ぶかします。 ことによったら、何もかも復活するかもしれません。けれど、今僕を愛していらっしゃる間は、どうか思い切ってください。でないと僕は、あなた方を憎みます。僕、それを感じてるんです。さようなら。まあ、どうしましょう。 プリヘイリアは叫んだ。母と妹は激しい驚愕に打たれていた。ラズーミヒンとても同様だった。老若老者、仲直りしておくれ昔通りになろうよと哀れな母親は絶叫した。彼はノロノロと戸口の方へ首筋を転じ、ノロノロと部屋から出て行った。 ドゥーニャは、その後を追った。兄さん一体お母さんを、どうするつもりなんですの生き通りに燃える目で兄を見つめながら、彼女は囁いた。彼は、重苦しい視線で妹を見た。何でもない。僕はまた来るよ。 ちょいちょいやってくるよ。自分が何を言おうとしているのか、よく意識していないように、彼は小声でこうつぶやくと、ぷいっと出てしまった。情なしの、意地悪なエゴイストと、ドゥーニャは叫んだ。あれは、気違いです。情なしじゃありません。あれは発狂してるんです。 一体あなたはそれがわかりませんかそれじゃあ、なたの方が情なしです。ラズーミヒンは彼女の手を固く握りしめながら、その耳元へ口を寄せ、熱した声で囁いた。僕、すぐ来ますから死人のようになっているプリヘイリアに叫び捨てて、彼は部屋の外へ駆け出した。 ラスコーリニコフは廊下の外れで彼を待ち受けていた。君が駆け出してくることは僕もちゃんと知っていたよ。と彼は言った。二人のところへ戻って行って、あれたちと一緒にいてくれ。明日も来てやってくれ。そしていつも。僕はまた来るかもしれない。もしできたら。 じゃあ、死刑こう言うなり、手も差し伸べないで、彼はどんどん離れていった。一体君は、どこへ行くんだい君どうしたんだ一体これは何としたことなんだいそんなのってあるかいラズーミヒンは、すっかり途方に暮れて呟いた。 ナスコーリニコフはもう一度立ち止まった。これを最後に言うが、もう決して何事も僕に聞いてくれるな。僕は何も君に答えることなんかないんだから。僕んとこへ来ちゃいけないよ。もしかすると、僕がやってくるかもしれない。僕を売っちゃっといてくれ。だが、あれたちは見捨てないでくれ。 分かったかい。廊下は暗かった。二人はランプのそばに立っていた。一分ばかり、彼らは黙って互いに顔を見合っていた。ラズーミヒンは、生涯この瞬間を忘れなかった。ラスコーリニコフの乱々と燃える、差し貫くような視線は、 あたかも一国ごとに力を増して、ラズーミヒンの魂を、意識を貫くようであった。不意にラズーミヒンはビクッとした。何か機械なものが二人の間をかすめたような感じだった。ある想念が、まるで暗示のように滑り抜けたのである。何かしら恐ろしい醜悪なものが、 突如として双方に得得された。ラズーミヒンは死人のようにさっと青くなった。今こそ分かったろう。不意にラスコーリニコフは病的に歪んだ顔をして言った。引っ返して、あれたちのところへ行ってくれ。彼は急に言いたして、 くるりと首筋を返すと、家から外へ出てしまった。この晩、プリヘイリアの元であったことの顛末は、今更らしくかき立てまい。ラズーミヒンは引っ返してくると、二人のものを慰めて、老者は病中静養が必要だ。あれは必ずやってくる。毎日やってくる。 彼は非常に健康を害しているから、イライラさせてはいけない。自分ラズーミヒンは、彼によく気をつけて、一流のいい医者を連れてきてやる。それどころか、大勢の医者に、立ち会い診察をさせてやる、うんぬん、と誓った。一口に言えば、この晩からラズーミヒンは、彼らのために、 息子ともなり、兄ともなったわけである。